あれがもう完結したのが俺が28の時だから、もう本当に20年以上前の作品なんだね。それがこうやってその当時からね、やっぱアニメで見たいっていう読者の声が大きかったんだけど、なかなかあれを理解してくれる大人がいなかったってことは多かったかな。ボクシングでなんで天井突き破っちゃうんだとか、それは今現場のスタッフがそれを理解できるね、あの年代の人たちになってるんで、で表現してくれてるのがあの荒木慎吾さんの絵でしょ、だから本当にこう聖夜以上に、まあ、自分としてはねこうワクワクしたってとこありますね、あれを見て。いやかっこよかったですね、やっぱ CG 使うとあそこまで、表現できるのかなっていう、いやあれこう、まあこれから DVD 見てくれる人はいれば思うんだけども、あれ観客が知っちゃうんじゃないかな、あれ見てる観客まで、それほどギャラクティカマグナの威力はすごいなと改めて自分でも思った、今やってるのが輪郭系2で、輪郭系1もこう引き続きいろんな形でまだまだ、露出していきたいと思うし、戦闘聖夜もまだまだこれからいろんなことが、やりたいと思うので、ぜひよろしくお願いします。